皆さんこんにちは、スジローです。毎週恒例、紹介銘柄週間報告をさせていただきます。この動画は、過去に投稿した絶対に買いたい3銘柄、第1弾、第2弾、第3弾をフォローしていく動画です。先に自己紹介をいたします。スジローの米国株ブログを運営しています。YouTube では主にアメリカ株の有料個別銘柄について動画にしています。紹介銘柄は YouTube、Twitter を中心に必ずフォローしています。もし動画が良いと感じていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。また、メンサ会員です。メンサやプライベートに関してもブログでたまに書いてますのでよかったらご覧ください。この動画では紹介銘柄の週間騰落率、来週の株価展望、スジローの今後の投資戦略について紹介していきます。まずはロイヤリティファーマです。堅調に推移。週間騰落率はプラスの 0.3% です。次の銘柄はユナイテッド航空です。見通しは変わらず、週間騰落率はマイナスの 3.1% です。ここからは第2弾の紹介銘柄です。NC のは決算時のニュースに反応。週間騰落率はプラスの 24.3% です。次はドキサインです。高決算に反応。週間騰落率はプラスの 3.1% です。次にクラウドストライクのチャートです。決算は良かったですが、モメンタムの過熱感から下落。週間騰落率はマイナスの 1.5% でした。ここからは第3弾の銘柄です。ズームビデオは決算ミス。週間騰落率はマイナスの 12.5% です。次にズームインフォです。試合の影響で上昇。週間騰落率はプラスの 5.0% です。最後の銘柄はロイヤルダッチシェルです。見通しは変わらず、週間騰落率はマイナスの 0.2% です。来週の株価展望を紹介します。ロイヤリティファーマは4週連続の上昇です。特にニュースはなく、試合による推移でした。ユナイテッド航空は2週分の下落となりました。短期的に投資は相変わらず厳しいですが、長期では問題ないと思います。第2弾の銘柄です。NC のは大きく上昇。9月1日の決算は通じとしてはそれなりでした。しかし、ウェルスファーゴとの新規契約など明るい見通しがありました。ドキサインは2週連続の上昇となりました。9月2日の決算発表は穴のない良い決算でした。クラウドストライクは2週分の下落。決算は良かったですが、ナスダック100採用などで事前のモメンタムが強すぎたため下落しました。特に問題はないです。第3弾の銘柄です。ズームビデオは2週分の下落。8月30日の決算発表は悪かったです。Twitter などでの発言の通り、売りの判断をしています。そのため、週刊報告でのフォローは本日で終了いたします。ズームインフォは2週連続の上昇。試合による推移と思われます。ロイヤルダッチェルは2週分の下落。ホールド大事で問題ないと思います。今週あった決算の動画はこのようなサムネで動画化しています。3、4分にたくさん情報が入っていますので、ぜひご確認ください。また、決算アーカイブでも補足説明をしていますので、よろしくお願いします。個別株の推移を確認します。今週も予想に反して全体的に強い相場でした。来週は月曜日がレーバーデーで休場です。その後の株式市場全体の動きに注目していきたいです。今後の投資戦略についてお話しします。週間騰落率 S&P500 プラスの 0.58%、ナスダックプラスの 1.55% でした。金曜日の雇用統計の数値は弱く、テーパリングは遠のく見方が出てきています。可能性は低くなったと感じていますが、個人的には現状判断できていません。デルタ株感染が弱まる中、どんな判断が下るのか警戒しています。また、相場の見通しは全く立たないため、継続してリスクは下げています。最後にスジローの投資スタンスはニュートラルを維持です。焦らずキャッシュポジションを維持しながら観察していく予定です。透明な相場では無理せず、投資の核を守りつつ、投資を継続していきましょう。リスクマネジメントを継続してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画面白かった、役に立ったと思う方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また友達や周りの方にもぜひ進めていただけると嬉しいです。ブログ、ツイッターも毎日相場について更新しているのでフォローお願いします。以上、スジローでした。また見てください。